そして初の年間王者に輝きました。本年度見事優勝された鹿島アントラーズの皆さんに大きな拍手をお送りください。1996年 J リーグ最優秀監督賞、柏レイソルのニカドール監督です。Realmente me sinto emocionado pela escolha, tremendamente envaidecido e muito obrigado a todos pela escolha do meu nome. Obrigado. つたない自分でございますが、日本のサッカーの発展のためにですね、いくらかでも貢献できましたら、これに勝る、光栄なことはございません。本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。今年は日本代表入り、そしてナビスコ杯で優勝とニューヒーロー賞、そしてこの締めくくりは新人王受賞ということですけれども、本当に大活躍の1年でしたね。そうですね、まあ、今年入団したわけですが、まあ、まさか自分が、まあ、ここまで来れるとは思ってなかったんで、まあ、アルディエス監督、スティーブコーチをはじめとしたチームの皆様、そして、サノーでキャプテンをはじめとしたチームメイトの皆さん、そして盛大な応援をしていただいたサポーターの皆様に本当に感謝しています。堂々今年度第1位は皆様ご存知です、はい、そしてこの拍手の中、そうですね、ヴェルディ川崎三浦知良選手。今シーズン27試合に出場して23得点ってことは、ほぼ1試合に1得点して、しかも最後の4試合では7得点って、最後になっても大爆発だったんですけれども、このパワーの秘訣は何なんでしょう。そうですね、得点っていうのはファンのみんなもそうなんですけど、チームメイトのキーパーからベンチにいるみんな、監督含めたね、みんなの思いっていうのが集中していて、ね、その気持ちっていうのがゴールに表れると思うんで、そのパワーをみんなからもらって、グラウンドでゴールできたんじゃないかなと思います。鹿島アントラーズ、ジョルジーニョ選手。E, e demonstrado todo o carinho por nós jogadores. Muito obrigado de todo o coração. Esperamos contar com vocês sempre. Porque uma frase que o Leonardo falou antes de ir embora, na despedida dele, falou que sem vocês o futebol não teria nenhuma razão. E também faço essas minhas palavras de sem vocês não tem nenhuma razão da gente estar dentro de campo.ここまで来れたことは、その皆様の信頼関係、皆様の応援、本当に温かく、皆様から、本当にこの喜びの、賞をですね、もらうことができました。心より本当にありがとうございました。